ギュスターブ・エッフェル・エッフェル島、アレクサンドル・ギュスターブ・エッフェルは、フランスの技師、構造家、建設業者。一般には、エッフェル島を設計した人物として知られる。エッフェルはコンテストへのプラン提出責任者、その建設を受託した、エッフェル社の代表であった。気象学と、航空力学の研究発展に寄与したことでも知られる。1832年12月15日の、 長男としてフランスのディジョンに生まれる。家系はアルザスから移住したドイツ系アルザス人。幼少期に目の不自由な祖母と暮らした時期があった。10歳の時、教会と風車がある箱庭を一人で作り、その見事さに人々は驚いたと伝わる。中等学校を優秀な成績で修了後、1850年、パリに出てエコールポリテクニックを目指し勉強に励んだが、 受験に失敗。パリ大学に付属したコレージュ・サントバルブに学ぶ。1852年にエコール・ポリテクニークの受験に失敗したため、第2希望であったエコールでサントラル科学科に入学。1年間の学業を終えて、中央工芸学校からの義手免状を取得する。専攻が科学なのは、科学工業で成功を収めていたおじによる影響であり、おじは将来は、 おいのギュスターブに事業を譲ることを考えていたという。しかし彼は卒業政策として、科学工場建設をテーマとし、科学製品そのものでなかったことなどが彼の将来を暗示していることとして知られている。実際は父とおじとが疎遠となったため、卒業後一時は義理の弟が経営する鉄工所に勤めた後、自らの今後を考えた末鉄道関係の仕事をすることになる。 当時フランス全土に、鉄道網建設の計画が進んでおり、鉄道に興味を覚えたとされている。1856年、鉄道資材建造業、シャルル・ネブザーと出会い、土木技術を習得する。ネブザーには目をかけられ、当時有名な科学者に次々と引き合わせてもらったという。その後、西部鉄道会社に数ヶ月出向勤務の後ね、ブザーの会社に復帰する。 復帰して間もなく会社は、ベルギーのポエル鉄道設備会社に合併し移籍する。1858年から1860年、ナナスパンの含む延長500メートルの大鉄橋、ボーデラックスの橋梁工事で、その工事のすべてを担当。圧送空気を用いた、食い焚きを使用して、建設技術者として、貴重な経験を得る。この工事の功績により、 ポーエル社より個人名での商談を許されるようになる。1862年、マリー・ゴドレと結婚5人の子を設けた。1864年外部に個人商談用の技術コンサルタント事務所を発足させる。間もなくヨーロッパを襲った経済基準によってポーエル社工場は閉塞に陥る。このため1866年ルバル・アペレにサントラルの後輩で、 資産家 T セーリグをパートナーとして独立、エッフェル社を創業する。独立後の仕事は万博の展示場、駅舎ホール、チャペル構造、ガス工場、鉄道高架橋、下半橋や稼働橋、天文台の丸天井など多種の鉄骨作りにわたり、ヨーロッパ各地はもとより中国や東南アジアまで広い範囲に及ぶ。当初はパリコミューンなどの動乱によって、 国内では大きな仕事は受注できず、鉄道の河川工事など、比較的小規模の工事を受け負っていたが、国外での活動は活発であった。1875年には、ハンガリーのペスト州着駅とポルトガルの道路川に、かかるマリア・ピアハ氏の工事を受注する。ギュスターブの全作品は、鉄材のメリットが生かされ、機能や実用性のみでなく、 記念碑的建造物の建設にも携わっている。1875年着工のブダペスト西駅など、建築形態において革新性と多様性が見られる。1876年1月に着工し1877年11月には、開通式を迎えたドゥロ川マリアピア鉄道高架橋は、全長353メートル、中央のアーチは、 スパン160メートル、ライズ37.5メートルの大鉄橋であり、当時吊り橋を除けば、世界一の超スパン橋梁ある。建設はまず構え足を立て両側から、トラス槍を骨出し、アーチは橋脚よりの併用した、跳ね出し仮説が取られた。ガラビ橋その経験を生かして、パリのオルレアン鉄道の技術者を務め、多くの鉄橋、駅舎の設計に関わる。 1878年の万博パビリオンやアーチの長き110メートルのタルド川に架かるエブオー、ダカカ橋を建設する。1880年フランス・ガラビーの鉄道高架橋はアーチスパンは165メートルで渓谷の底らは122.2メートル、和足の高さは89.64メートルである。形式は前者と同じであるが、ラテストラスは中樹形式を採用し、 万が一の場合の列車の安全性の確保が考慮されている。校舎二つは1885年完成。エッフェルたちは建設にあたって鉄の特性をフルに活用している。いずれも鉄骨の構造を大胆にむき出しにした巨大建築物を施工した。鉄は19世紀の特徴とも言うべき、進歩思想と関連する材料で持久力もあり、弾力性もあるため、 石のような伝統的材料とは逆に圧迫応力や引っ張り応力に耐えることができるほか軽いので基礎工事のコストも少なくて済み従って経費削減につながるし耐久性また部品の組み立てが比較的簡単なことなど利点が多く、うん、エッフェル塔は250万のリベットでつながれた鉄柱でできている鉄材のため保管に便利ということもあるほか 構築上の計算が正確にできること、工業生産によって、建て体的にも引き合うものであり、時間と人手の節約にもつながるといったメリットがあった。ただし、これらはいずれも、電鉄を用いたもので、鋼鉄を素材として用いたものは、比較的少ない。1885年に建設に着手したモランヌ、バシのほか数点のみである。ある意味では、彼は、 アメリカやイギリスの先端技術からは立ち遅れていた。橋梁の形式について見れば、長大橋では、ラチストラスを多用し、峡谷を渡る際には、高いトラス組の橋脚を用いているほか、オーストリングトラス道路橋の例も見ることができる。その他、彼の設計試行したものとして、パリのデパートボン・マルシェ、シャルル・ガルニエとの協作であるニースの天文台などが挙げられる。しかし、 彼の技術者としての経歴はすべてが純風満帆というわけではなく1884年にはタルド川のエボー高架橋を建設途中に倒壊させる大事故を起こしている。そのため工事にあたっては安全管理に深く心を配ることになるがエッフェル島の工事にあたり一人の犠牲者も出さなかったことなどにその配慮を見ることができる。その他実績として工場、 軍隊用組み立て式の橋梁などもある。合理的な構造的バランスを保ち政策にあたっては、工作制度に配慮することにより現場仮設の成功をもたらしていった。19世紀時点では、旧来の石像建築を尊重して、鉄を建築に利用することに反対する人々も多く、また、建築術とは才能を発揮して、古典的造形を再現することであるとする建築家もいた。が、 これに対し、技術者は建造物の形態は、その機能を表すものであるとする機能論を持って反論していた。また多くの建築業者はそうした、伝統主義から脱稿しようとしていて、実際構造材として、鉄を盛んに使っていた。技術者は、構造上の長所ばかりではなく、独特の造形美をも評価していたし、鉄を利用すれば、建築の範囲が広がり、 木造建築のもたらす火災の危険も回避することができると考えていた。しかしエッフェル社が台頭するまで新しい建築業を作り出そうとする動きはそう、多くは見られなかった。エッフェル島1887年から1889年にかけて革命100周年記念となるパリ万国博覧会のモニュメントとして鉄骨による巨大な塔をシャンド・マルス公園北端の セーヌカハンに建設する。これが有名なエッフェル塔である。完成当時は賛否両論だったが、今ではパリを代表するシンボルとなっている。1889年3月竣工したエッフェル塔は構造技術として当時の建築的装飾の多彩さを廃し、純粋な力学的条件を徹底して追求したホルムの美しさを発している。1884年、 パリ万国博覧会において、シンボルとなる建物のコンペティションが行われることになり、エッフェル社鉄骨構造物研究部長、モーリス・ケクランと、組立広報部部長エミーユ・ユヌーギーラは1884年6月6日には、当の原案を作成し、建築部長、ステファン・ソーベストルに相談する。図案に、ホジメント第一プラットフォームとの間に、 半円形の巨大なアーチがあったが、最終案は、現在見られるように、アーチの役割は補助的なものとなり、全体に機能主義的構造になっていた。JS エリスは、エッフェル塔の強風に対する構えとして、鉄格子の補強材を使用せず、4本の量がアーチに沿って立ち上がり、最後に1点で交わるといった利益学的構造となっている点を指摘している。 1884年9月18日、エッフェル、ケクラン、ヌーギエの3人で鉄塔の新案特許を登録し、同年9月27日、設計図はバリ装飾美術券に展示された。自由の女神像、世界を照らす自由の女神、フレデリック・バルトルディの彫刻による自由の女神像は鉄の骨組みの上に銅を被せたもので、1884年、パリで制作し、 アメリカへ送られ、1886年ニューヨークで祝賀会が催された。1889年にはパリの女神像も担当。また同年には民間技師協会の会長に就任。その後パナマ事件で罰金付き有罪とされたが、最高裁判所で無罪となる。パナマ事件はパナマ運河建設をめぐる、第三共和制最大の政治。 金融スキャンダルで1881年でセップスがパナマ運河建設に乗り出したが1889年事業、生産。この際におけるフランス政界への政治工作が問題化した。エッフェルは建設業者として建設事業に参加し事件に巻き込まれ起訴された。判決補長役2年罰金2万フランであったがエッフェルは控訴し最高裁で無罪となる。 しかしこの事件は長く心の痛手となった。この時にエッフェルは会社経営から身を引き、娘婿のアドルフサルと旧友モーリス・ケクランに経営を委ねる。晩年はエッフェル島の4階にサロンを設置し、ここで気象観測、天体観測、生物学的観測、無線定心研究に勤しみ、これに東大一流の科学者が研究に参画した。 また彼は多くの経験の中で風に対する問題を認識していたが、1903年70歳を過ぎて改めて風の制御に関する研究に取り掛かり、1909年 FL 型と称される風道を建設した。その後この風道はパリオートゥイユに移され、本格的な風の研究が続けられる。風道によって科学的な風への解析を はじめ風の科学が確立され、風の減少は視覚化された。これは当時実用化に向けての開発の糸口についた航空機の進歩に大きく貢献するものとなり、自身もついには、LE と名付けられた航空機の設計にまで手をかける。妻には1877年に若くして先立たれ、続いて父、母を失ってはいたが、 1920年に引退の後は孫たちに囲まれ、穏やかな晩年を過ごした。1923年12月27日に、パリの自ら設計した自宅で死去。91歳、パリのルバロアペレボチに眠っている。1996年に発行された、エッフェル肖像を200フラン紙幣の表には、ガラビ橋、裏にはエッフェル塔が描かれている。エッフェルは、 身長が152センチメートルだった。そのため、エッフェル塔とエッフェルの横に小さなピラミッドを描いた風刺画があり、その小さなピラミッドには作品の大きさで人物の偉大さが測られる。という意味のフランス語が刻まれている。サイゴン中央郵便局。ありがとうございます。